試合後の率直な感想を聞かせてください。もう悲しいのももちろんです。よくが1ラウンドがいてグラウンドがやられて、でももうしょうがない、もう2ラウンドと3ラウンドが良くになってるけど、もうまだまだですね。もうまだいろいろなポイント直してほしいから。今回ベラトールの AJ マッキー選手と戦ってみて、イメージしていたところと実際に戦って違うところはありましたでしょうか。そうね、やっぱりがもう強いの人とか、グラウンドと打撃が強いから、ね、もう打撃が重い、手が重い、ね、でも、もうなんか普通、でも、もっと一生懸命とか、もっと一生懸命じゃないね、もっと練習したから、もっと強気になるから、もう絶対勝つができますね、もう本当にちょっとギリギリですね。はい、寝技のセットも何度か試みていたと思うんですけれども、そこで決めきれなかった要因、原因はご自身で何だと思っているか教えていただけますか。そうね、1ラウンドがちょっと三角がなんか入ったではないね、もうまだ足がクロス締めないから、もうまだ私がもう呪術選手見てるから分かるがね、もうまだ入ってない、ね、本当には2ラウンドと3ラウンドがバック取るときは決めチャンスがある、ね、でももう彼がもうディフェンスできるし、私の手とちょっと疲れるから、だからちょっとできなかった、ね、でももうなんかもうちょっとがね、もうチャンスがあるけどちょっと失敗したな。それでは今回の対抗戦を終えて今後の目標、展望を教えてください。そうね、もうまだ考えないね、本当に私全部の集中がこの試合から、この試合も負けたからちょっと悲しい、ね、でもまだ考えない、もちろんがもっと強くになりたい、もっと打撃がポイントに直したい、それからもうまだまだね、まだ私の日本の約束があるから、今年多分その約束が頑張ります。